どうもーはい、やってまいりました。6周年記念ラジオ。またリクエストいただきましたありがとうございます。今回のニックネームはですね、なかなかファンキーなニックネームつけていただきましたありがとうございます。ケツの穴確定100%。<laughs> これね、僕、ケツ名詞大学生の頃聞いてたんですけど、ケツの穴ポリスみたいなね <laughs>。いいっすね、こういうニックネームね。はい、リクエスト内容はですね、吉田さんが若い頃20代に 今の思考で戻ることができゼロからスタートであればどんなスタートと終わりを描くのか聞きたいです。ビジネスだけでなく人生レベルでお願いします。仕事、恋愛、人間関係などなどということでこれはいいですね。ありがたいですね。今の思考で今の思考で20代に戻れるっていうのはありがたいですね。今の思考で20代に戻れるんだったら日本もいないですね。はい。すいません。もう日本離れます。<laughs> さっさと日本離れますね。 なんでまあ日本を離れて今の思考があるってことですよねだから知識経験みたいなその思考があるってことですから別に場所を選ばないじゃないですかネットビジネスなんてだからまあ日本なんかいないですねすいませんうん20代ですからねうん若いしエネルギーあるしだからまあ日本まず日本を離れてそのまあ少なくとも20年間は日本にいた日本の経験日本は見てきたわけじゃないですか で要はまだ見ぬ世界ですよねいまだ見ぬ価値観だったりとかまだ見ぬ場所にガンガン行ってそこでやってで将来は、まあ、その海外で生涯を終えるのか日本に戻ってくるのかはそれは海外行っていろんなことやって、まあ、またそれで考え方が変わるだろうからうん人生の終わりはちょっと分かんないですけどもとりあえずスタートは間違いなく日本にはいないですねうーん 要はね正直まあ日本はいい国なんですよ。日本はめちゃめちゃいい国なんですけども、うん、もうね、疲れましたね、日本が。<laughs> うんな、なんすかね、まあ僕勉強していろんな勉強していく中でやっぱその、なんかその、やっぱあるじゃないですか。あまあまあ、な,なんすかね、その、村文化みたいな <laughs>、村文化みたいなのがあって、それが、 なんか、拭えない部分がやっぱあるので、結構しんどいんですよね。なんかその、ね、アメリカンドリームっていう言葉はあって、ジャパニーズドリームってあんま聞かないじゃないですか。だから、まあ、僕もこれ言ってないんでわかんないんですけど、向こうの国は、まあ、なんか、応援ですよね。おう、頑張れ、頑張れ、みたいな。で、日本の場合は、どちらかというと、出る釘を叩く人が多いというか、ね、なんか、嫉妬,妬、妬みで、うわーっていう人たちの方が多いかなっていう、うまあ、 感覚地ですよねだから実際さ海外に行ったらどう,どうなのかっていうのは経験したいし体験したいしってことでだからそのコロナが始まる前ですよね、まあ、ちょっと後悔してるなっていうのがあるんですけどもうんあの僕の,あのこの前音声対談撮ったんですけども、まあ、僕の今コンサルしてる人で K さんっていう人がいてその K さんはマレーシアに3年ぐらい行ってたんですよであのまあね 僕も海外行きたいなと思ってたんですけど、まあ、ちょっと心細いじゃないですか。ね、僕、英語できないですし、<laughs> 泊まるとこどうすんねんみたいなとこもあるんで、その K さんのとこ、マレーシア行って、K さんのとこ泊まらせてもらおうかなみたいな計画があったんですけども、コロナがバーンになってねで、マレーシアロックダウンみたいなとかで、もうそのまあ、今もまたコロナちょっと出てるみたいで、中国もすごいなんかまた出てるみたいなんですけども、 だからなんですかね、あのー、もう正直、今もう40歳もなってしまったし、当時海外行きたいなっていう気持ちがもうほとんどなくなっちゃったんですよね。うん、だからもう日本でいいやみたいな。だから今計画してるのは、まあ、毎年も海外はもういいやってなっちゃったんで、今は、うん、あの、今年も僕、車で北海道まで行ってきたんですけども、それを一応、まあ、毎年定時のぎ行… 毎年やろうかなと思います。できるまで。要は体、体力が持つまで、日本を総なめする。車でいろいろまた回って、まあ一応北海道をゴールにして、いろんなところぐるぐるまた1年に1回は回ろうかなっていうのは今思ってますけども、これは毎年やると。うん。だからまあ20歳に戻れたらもう日本いないっすね。うーん。 人生レベルうん、まあ、人生ですよねその生き方ですよねまあだから日本を離れることによってまた何かいろんな、うん、新しいインスピレーションというか新しい刺激だったりとかいろんなことを学べるんじゃないかなと思いますうんな感じっすかねうん だってゼロからスタートどこでもいいわけじゃないですか、本当に。先ほども言った通り、パソコンあればどっからでもゼロからスタートできるんで、別に動画、ね、別にアメリカでもどっかでも YouTube できるだろうし <laughs>、ブログも書けるし、メルマガも配信できるだろうし、ネットが通ってない国じゃなければね。うん。だパソコン一台持って、なんか、あの、だからその吉田ソースっていう、 の知ってるかかかどどうわかかんないですけど吉田さんっていう人がいてなんかその吉田ソースっていうのを売ってアメリカンドリームを手に入れた日本人の方いらっしゃるんですけどもその人のエピソードでね片道切符しか持ってないと金はもうないとで片道切符で海外行ってでそこでなんかいろいろやって成功したっていう人いるんですよまあそんな感じですねだから僕はあのパソコンだけ持っていくみたいな <laughs> パソコン自体持ってって バックパッカーするというか、まあ、それでなんか、あの、やっていくっていう。まあ、今だったら iPhone とパソコンあれば、まあ、正直何でもできるんで。うん。ありがたいですよね、今。本当にもう、まあ、iPhone もね、昔に比べるともう、iPhone ってパソコンですからね。もう、スマホで何でもできるし、まあ、すみません。僕はちょっと古い人間なんで、パソコンでカチカチちょっとやりたい部分もあるんで、パソコンはちょっと持ち歩きますけども。 うん、ただ動画撮影とかはね、もう iPhone で全然十分こと足りるので。うーん。そう。まあだからこれ、これを質問していただいて、これをリクエストいただいたっていうことは、今20代ってことなのかな多分、うん、年配の方が20代に戻ったらっていうのは聞かないよな。まあちょっと、 今おいくつなのかちょっとわからないですけどももしまあねこれリクエストしていただいたケツの穴確定100%さんが今20代であるならばうん何か僕は日本国、まあ、なんでこういう考え方になったかっていうと日本国内でも東京にずっといたんですけど東京離れて鹿児島に行ってやっぱすげえよかったんですよ要は環境を変える環境を変えるってめちゃくちゃいいんですよね うんやっぱ多くの人って、まあ、前、コンフォートゾーンの話もちょっとした講義あるんですけども、やっぱその環境に慣れちゃうんですよね。で、環境に慣れちゃうと、なんだろうな、うん、なんですかね、なんかそこ、そ、そこのぬるま湯に使っちゃうと、そこからね、なかなか抜け出せないというか、うん、なんですかね、あんま発展しづらいっていうね。<laughs> だからもうね20代ですからガンガンもっと成長今なんか衰えていってるんであれなんですけどどんどんガンガン吸収できるだ吸収できる年代でもあるわけじゃないですかどんどん刺激ガンガン入れるいろんな価値観ガンガン入れるいろんな考え方さらにガンガン入れるために日本っていうその環境から外れて特に僕なんか英語できないので逆に英語できない自分が海外に行ったら だから今の思考だ、今の思考で20代だったら多分いけるんで、英語不安だけども、若いから何とかするみたいな話で <laughs>。だからそうすると多分いろいろと、なんか、なんすかね、なんか、うーん、なんか、器が広い人間になれるかもしれないですね <laughs>。 うん、だからまあ、これを質問しリクエストいただいた絆な確定三期確定100%さんが20代であるならば、環境を変えろ、変えた方がいいよっていうのは、まあ、あお伝えできるところかなってまあ僕はすみません、日本国内ですけども、やっぱ東京と鹿児島、全然やっぱ環境は違うんで、<laughs> うん、あの、よかった、僕はよかったなっていう、うん、全然違いますからね。 昔はその渋谷で、渋谷で働いてた時もありますけども、渋谷なんかすごいっすよね。渋谷の夜と鹿児島の夜全く違いますからね。<laughs> あの落差は非常にすごいですよね。うーん。なんかね、僕が鹿児島行って一番ちょっとびっくりしたのが、20, 20時になるとめちゃくちゃシーンとしてるんですよね。で、鈴虫の音しか聞こえない。BGM 鈴虫みたいなね。すごいな、みたいなね。<laughs> なんだこの田舎みたいな。 ね、渋谷とかだったら夜からなんかスタートみたいな話じゃないですかもうね交通量もめちゃめちゃあるしタ,タクシーなんかね手あげれば止まるし <laughs> その状況から鈴虫が聞こえないっていう状況になるとなかなかあの洗練されますよね、うん、要は何だろうな鹿児島に行って一番すごく良かったなと思うのが要はその周りに何もないのでその集中してやるしかないんですよね でも、東京にいると、いろんな誘惑あるし、ちょっと出れば何でもお店あるので、なんか鹿児島行ってコンビニも歩いて2、30分かかるんですけども、コンビニ行こうと思ってもちょっと憂鬱になるんですよね。ちょっとその気合いが必要なんですよね。気合いないとコンビニ行けないみたいな。東京だったら、じゃあちょ,ちょっとコンビニ行こうってって、もうそこら辺にあるじゃないですか。1、2分で、まあ事務所から1、2分でもコンビニありましたから、気軽に行けるけども、なかなか気軽に行けないっていうね。 うん、だから逆を言うとすごく自分と向き合える時間が人生とかビジネスとか全てにおいて自分と向き合える時間が非常に増えた要は雑音がなくなったっていう、ね、外的や要因がもう全く遮断されたっていう感じですよねだからすごく集中していろんなことを考えられたし、えー、できたしっていう感じですかねうん うん、思考を変えるためには環境を変える方がやっぱ手っぱり手取早いいかなと思いますよねうん今の環境のままで思考を変えるって結構難しいんですよ。だ一番早いのは例えば分かりやすく言うならば日本人と毎日喋っているという環境の中で英語を覚えるよりかは、うん 誰一人日本語を喋らないという環境の中で英語を勉強するのかで全然多分吸収率違うと思いませんもう一度言いますけどもに周りの人が全員日本語を話します日常会話日本語ですっていう環境で英語を勉強するのかそれとも日常会話全部英語です周り全部外人です日本人いませんで日本語通じませんっていう環境で英語を勉強するのじゃ全然多分吸収度が違うと思うんですよね うんそうだからまあそういう、なんだ、そうまあ、今のそういう考え方もあるっていうことですよね。今の考え方で20代に戻れるっていうわけですから。うんだからもしかしたら、今の考え方で海外に渡米してね、いろいろやったら、なんかすげえビッグになってるかもしれないですね。<laughs> めちゃめちゃなんか、テレビに出てる企業界になってるかもしれないですね。もしかしたら。<laughs> <laughs> うん、そう。うんなん感じかな。20代ね。だから今ね、聞いてるかケツのアナさんが20代であるならば、どんどんなんかいろいろやった方がいいと思いますよ。本当はね、今年もね、どうすか。まあ11月終わりですよ。あと1か月でも2022年終わっちゃいますよ。やばないですか。クソ早いっすよね。 僕もね、気づいたら40になってましたしこあ、ね、先月10月1日で40になりましたけど、いや、本当に早い。だってネットビジネスに出会って、昨日のことのように、なんか一番最初、情報商材買った時思い出せますもん。なんか震えながらね、これ大丈夫か、騙されてないかと思いながらね、ATM でからあの3万円ぐらい振り込んだんですけど、それ未だにおなんか昨日のことのように思い出せるんだけど、それはもう18年とか19年前なわけですよ。<laughs> 早いな、みたいなね。 あっという間だなっていうのはすごく感じますよね。だから、やりたいことをどんどんやるために、えー、やれることどんどんやって、やれるようにして、やりたいことをやるみたいな、なんかうーん、どんどんやった方がいいと思いますね。うんまあ、やらないっていうのも人生なんですよ。別に。人それぞれ生き方あると思うんですけども、まあ結局、その限られた時間の中、限られた、まあ限られた時間、まあ、 その時間っていうのがもしかしたら僕が今日これ収録終わったあと今収録はできてますけれども収録終わったあと交通事故で死ぬかもわかんないしまあ普通にまあ寿命ある程度の寿命まで生きられるんだったら708090まで生きるかもしれないですけどもそのまま確約されてないですし明日死ぬかもわかんないしでもう時間っていうのが決まってるわけじゃないですか。 ね、その平均寿命が500歳までになりましたとかでもないですよね500歳になったとしても500年しか生きられないわけじゃないですか永遠の命っていうのは現状としてないのでだってど,どっちにしろ自分の意思とかいまあその死後の世界はちょっと分かんないですけども今の意識とか今の考え方っていうのはもう考えられなくなるし見えなくなるしうーん,なんだろうな全部無になっちゃうなくなっちゃうんですよだからなくなる前になんかいろいろ体験したりとかいろいろ経験したりとか なんかそうした方がいいんじゃないかなと思いますね。まあそれをしないというのもその人の人生もあれなんで、人それぞれ考え方とか価値観違いますからね。うん。どうですかね今日死ぬとしたら寝ますどうですか今日死ぬとしたら寝て終わり、寝て人生終わります多分ね、おそらくなんですけど、今日死ぬって分かってたら、寝て過ごす人ってあんまいないんじゃないかなと思うんですよ。どっか旅行行くなり、どっかおいしいもの食べるなり、なんか、 うーんデートするなりとか、今日しかないってなったら、多分なんか動くと思うんですよ。多分寝るを選ぶ人って、だって今日死ぬんですよ。で、今日死んだらもうずっと寝れるわけじゃないですか。<laughs> 今日死ぬっていうのは分かってて寝るって、なかなかファンキーですよねそれ。それもなかなかその人面白いと思うんですけど。<laughs> 今日死ぬって分かってたら、多分寝るを選択する人いないと思うんですよ。だって24時間後寝れるわけじゃないですか。一生ずっと。<laughs> ね、だから動くと思うんですよね。 で誰かが言ってたんですけど、人生とは動くことであると。これ誰かの名言かなんかって言ってたんですよね。人生とは何ぞだと。動くことであるみたいなね。おっしゃる通りですみたいな。確かになっていうね。そう。うーん。だから動けなく、だから年取って思うのが、やっぱね、体力もやっぱ、まあ僕、筋トレとかもしてませんし、体力も落ちてきてるんですよね。 だからちょっと歩くと、もうぜいぜい、ハあハあするし、だからこれが60、70、何もトレーニングせず60、70迎えたときっていうのは、もう本当動けなくなるんじゃないかなと。だから僕なんかデスクワークでほとんどなんかパソコンで動画撮ったりとかしてるだけですから、なんからそのうちね、トレーニングしないといけないなと思ったりもするんですけど、してないですよね。<laughs> まあそれはそれでいいかなって、そこはね。うん。ただなんか、あのー、やれるときにいろいろやっとった方がいいと思いますよ。動けるうちに。うん。 その動けるぐらいの体力がある時にその動ける体力を全部使い切るってことですね僕は筋トレとかそういうのはしてないですけども別にあ、まあ、歩けるっちゃ歩けるしどっか旅行も行けるし何かそのね関節が痛くてちょっとっていうところで何かその行けないってことは今のとこないのでだからトレーニングはしてないけども今許容範囲でできることは全部ある程度何かいろいろやってるんでうん 終わりを描くのどんはちょっと描けないですねわかんないですねまた思考が変わるしいろんな変わるだろうからだからスタートぐらいですかねうんそういやでもね日本はね、まあ、正直離れた方がいいと思いますね若い時に違う価値観に触れる違ういろんな人の話を聞くっていうのは結構僕は大事だと思いますね 僕も今の考え方になった理由って、やっぱりそのなんでかっていうと、まあ、海外、まあでもね、海外の人だったら、あのー、なんだ、まあ、まあ、マーケティングの話になると J、J、ェイエブラムとかね、ダン・ケネディとかね、まあ外人ですけども、あと、まあ、自己啓発系だったら、あのー、金髪のジェームス・スキナーかそう。ジェームス・好キナー、外人だけど、日本語超うめみたいな。 まあそのなんか成功してる人ですよね、まあ、外人も含めて海外の人も含めて日本人の成功してる人とかそういう話をめちゃめちゃ浴びるように聞いたんで今の考え方になった理由って、まあ、成功したいなっていう、まあ、本質的なその、まあ、ところがあってじゃあ成功してる人たちっていうのはどういう考え方なのかどういうことをやってきてるのかっていうのを、まあ、浴びるように日々聞いてたっていうね。 だから結局それが今の僕を作ってるんですよ。もしそれ聞いてな、もし僕がビジネスしてなくて普通のリーマンやってたら多分聞かないんですよ。そんな話。多分ジェームズ・スキナーの話なんかし聞かないですね。多分。うさんくせえなとかね。多分。まあジェームズ・スキナー結構自己啓発寄りなんで多分。 普通にサラリーマンやってたら、ジェームス・キナーっていう名前も知らないんだろうし、聞かないだろうし、まあ、ジェイ・エイブラハムとか、ダン・ケニリーとか、そういう人のね、マーケティングの、その、外人の方の話も、まあ、聞かないだろうし、知らないだろうしって話して <laughs>。うん。そう。だから、それが肌感覚で分かってるんで、いろんな違うエッセンスですよね。違う価値観をどんどん入れるっていう。価値観のアップデートですよね。 さら,にさらに裾野を広げてていいくっていう感じですねやっぱうんですよねうんやっぱうん島国ですからね日本はうんやっぱすげえまあ僕はお客さんの対応とかがやっぱしたりとかしてやっぱその自分がやってきたこと勉強してきたこと経験してきたことを見てきたものなんかやっぱ差があるので、まあ、いつもこう落としてこう話したりとかしてるんですよね。 それを落とさないとやっぱ聞けないですから。うん。だれなんか、うん、多分海外にはもっとぶっ飛んだ人がいっぱいいるんじゃない,いまあいるでしょうね。多分。<laughs> まあ日本人、日本にもい,るいますけどね。多分海外の方が多分、まあ人口も日本よりも,もちろん多いっていうのもあるし、いろんな人がいるんだろうなっていう。ねえ、その。 ニューヨークとかそのアメリカとかどうなんすかねそこそこで働いてる人たちとかそこで起業してる人とかねそこで事業してる人と会話をができるようになってネイティブに僕が英語が喋れるようになって話せるようになったら多分全然また違う感覚価値観が生まれるんじゃないかなと思うんですよね日本では生まれないような会話が多分海外ではいろいろしてるんじゃないかなと思うんですよねうーんそう うん、そうですね。仕事、恋愛、人間関係。うん。まあ、恋愛は後からついてくるっていう感じじゃないですかね。なんか仕事の方が僕は面白いので。うーん。そう。人間関係。だから人間関係は、 もう勝手についてくるというか、自分がそれを求めるんだったらそ、それ、そういう人たちと絡むだろうし、自分から行くんで、まあ人間関係の問題って、なんでその問題が起きるかって、すげえシンプルなんですよ。単純にサラリーマンだったら、その箱が用意されていて、その箱に入らないといけない。で、その箱にいる人たちは、自分が決めてない人たちなんですよね。会社が決めた、会社の人事が決めた人が、その箱に入っていて、自分もその箱に入っています。自分が選んでないんですよ。 で、その人たちと絡んでいかないといけない。だから、ここにちょっとう溝ができたりとかう、いろんな問題ができるだけであって、これ自分で人間関係を選べ、選んでったら、そんなにその人間関係の問題って出ないんですよ。だって自分が選んでる中、自分が話、例えばセミナーも、この人の話聞きたいって言ってセミナー行ってて、そこに問題、人間関係の問題あります 全くないですよね。だって自分がその人の話を聞きたいっつってセミナー行ってて人間関係の問題あるかっていうとないですよね。だけど嫌いな上司のプレゼン聞けっつったらその問題は出てくるでしょうね。<laughs> 嫌いな上司のプレゼン2時間聞けっつったら多分死にますよね。だから人間関係ってまあそういうことだと思いますけどね。自分で選択できればあんまりその自分がいい関係の人だとだけつるめばいいんで。 うんそうだからまあ一般的に働いてる人からするとまあ人間関係の問題っていうのはもちろんそれはあると思いますよねだって同じ箱にね人事の人が決めた人が自分が決めてない人がこう箱と一緒に入らないといけないんでいろんな問題出てくるでしょうねだから僕は一人でこう鹿児島に行ってよかったなと思うのがその全部まあその仕事のお付き合いみたいな人間関係をまあ,ある程度もう切って で一人人人でででたん再再、まあ、再構構構築築築というかねね間関係ののつるむ人との再構築ですよ、ね、だから今僕がつるむ人って塾生さんとかまあコンサル生とか僕に興味ある人としかつるまないのでも,も問題そんなに起こんないですよねだって僕に興味ある人とだこの前も鷲津さん福岡行って対談してきましたけどもうん問題が起きようはあんまないですね。<laughs> なんか一緒に動画撮りましょうみたいな価値観も結構合ってるんで、わしらさん、動画撮りましょうよみたいな感じで <laughs>、何の問題もないですよね。逆に楽しいというか。うんだから僕はね、情報発信を通してまあお伝えしたいのは、そういうその自分と同じ価値観を共有できる仲間を増やせるっていうところもすごく目に、なんかお金が稼げるっていうところではなく、そこもあるんだけども、もっとその、なんか深い部分ですよね。 だ人間の悩みって、まあ、ここでもある通りお金の問題と人間関係の問題と健康の問題この3つしかないんですよ大体もう一度言いますね人間の悩みっていうのはお金の問題と人間関係の問題と健康の問題この3つしか大体僕はないと思ってるんですね僕はでもこのネットでお金を稼げるっていうことスキルをつけてしまえばまずお金の問題をクリアできるそしてネットで情報発信してやるってことは自分で人間関係を選べる で健康に関してはすみません、自分で管理してくださいって話ですけど <laughs>。でも健康はね、僕、一日一食が最強の健康法だと思いますけどね、食わないっていう。これね、最近本も出てるんですよ。食わない健康法って、空腹がどうのこうのみたいな。実際医学的にもちょっと出始めてるんじゃないかなとは思うんですけど。あのね、食うと健康に悪いっていうね。なんか3食食べないと、なんかそれもすり込みだと思うんですよ。ね。 3食食べないとと。で、朝食がこの売れた理由も、エジソンがトースター開発、まあこれも有名な話だと思うんですけど、エジソンがトースターを売りたいために、朝食はブレックハウスだ、パン食おうぜっ,つって、トースト使おうぜって言って,売ってったんですけど、<laughs> 前はね、多分1日2食ぐらいが標準だったんじゃないですか。うん。そう、もちろんその職種によってはね、本当に体力使う仕事をされている方はね、1日1食じゃ本当に無理かもしれないですけど、 まあ全然大丈夫だと思いますよ。デスクワークぐらいだったら、一日一食で。うん。そう。だからまあ逆に言うと、ね、一日一食でも僕はアクティブに健康に、まあ今のところ健康にね、うん、タバコも吸ってますけど。<laughs> で、コーヒーもガンガン飲むし、コーヒーもね、多分ね、なんかの、まあ全部正しいとはわかんないですけど、コーヒーも健康にいいっていう情報も多分あるような気がします。 <laughs> うんタバコも吸うし僕ケンあのコーヒーも飲むし一日一食ですしでもなんか人よりアクティブになんかいろいろできてますねうんネットビジネスでなかなか行動できませんっていう人よりかは多分やってると思いますでその人よりかは食料は食ってなくてもできてると思いますそういうなんかそう,そういう独自な考え方というか,うんかそういうのも なんかいろんな勉強していろんな体験してなんか今までの常識を疑うというかうそれって本当にそうなのみたいな考え方もできるようになったんでね、食事でも先ほど言った通り1日3食食うことが正義1日3食食うことが健康であるバランスよく食うことが健康であるみたいななんか結局それってポジショントークかなと思うんですよね まあ、しょうがないですよ。いろんな健康食品とかいろんな商品売ってるんで、野菜作ってる人からすると野菜売らないといけないんで、野菜食べましょう。健康にいいって言わない、言った方がいいじゃないですか。うん、結構有名な話ですけど、イチロー選手がカレーずっと食うみたいなね。<laughs> まあ、もちろんカレーだけじゃないとは思いますけども <laughs>。うん。そう。まあ、いろんなところでポジショントークがもうされて、まあ、僕はそのマーケティングを勉強してきたから、 なんだろうなうーん。表面上じゃなくて、なぜっていうことも考えるし、本質的なところは何なんだろうって考えることも多くなったんで。うん。まあ、いろんなことを考えますよね。ちっちゃいことでも。うーん。なん感じっすかね。人生レベルでお願いします。もう、だいぶ人生レベル、これぐらいでいいですかね。 <laughs> 仕事恋愛人間関係うんあとねあのんかさっき恋愛は後からついてくるっていうお話しましたけどもやっぱねあのお金の問題と健康の,あのお金の問題と人間関係と健康の問題って言ったじゃないですかで一番先にやっぱクリアしといた方がおすすめなのが僕はお金だと思うんですよ お金だから結局その自分でお金稼げないからその箱に入らないといけないわけじゃないですかどうすかでそれで人間関係とかですよねでその人間関係がきつくて精神的な病になって病気にかかるっていうパターンもあるわけじゃないですかでも自分でお金をまずクリアしてしまえば結構選択が広まるも広まるのでまずは仕事に恋して圧倒的に仕事をやり込むで自分で稼げるようになるっていうだ仕事に恋しろと。 で僕はもう20代はもう会社に泊まり込みしていた記憶しかないんですよ。で、それが正しいかどうかわからないですけど、今の人生遅れてる理由は仕事に恋した。もう会社に泊まってずっと20代は仕事仕事仕事、とにかく仕事。もう会社が家みたいな感じでやってましたから。だから今の僕があるし、もしあの時20代の時に仕事に恋していなかったら、多分今の僕はないですから。間違いない。ここ100%言い切れます。 仕事に恋していいななかったら今の僕はないです。でも逆を言うと20代の時に女女性に恋してたらうん女遊びしてたら多分今ないっすね。うん多分ないですよね。うん。もうずっとメルマガ書くとかずっとセールスレター書くとか <laughs> とにかく会社に泊まってずっとやってましたから。 うん、でもね20代は僕は仕事に恋するぐらいがっつりやっといた方が後々楽だと思います今だって僕めちゃ楽っすもんだからその貯金があるというかだから今なんだろうなすげえ楽なんですよね、うん、多分それは20代の時相当やったから だからだ動画2万、動画なんか2万4000本ぐらいやってますけど、昔のその仕事に比べるとクソ楽っすからね、10分の1、100分の1ぐらいですよ、その動画。まあ最低10万本動画撮るって思ってるんですけど、全然余裕っすからね。昔の辛さというか、昔のなんかあれに比べると。<laughs> でもやったことがない、そういう経験をしてないと、1日1本動画撮るとか、1日1本なんかやるだけで、ああみたいな感じだと思うんですよね。基準がちょっとやっぱ、 全然違くなったっていうのがあるので。だから変態になったってことですね。変態レベルになった。変態基準みたいなね。うん。だ仕事に恋してブワーやったから。だらあるなん、なんかのね、成功、成功本でも書いてあったんですけども、なんかね、その年収1億の本だったかな。かその年収1億になった人が書いてた本の中で、なんかある時にね、その成功してる人に仕事と、 プライベートの境目ががないいぐらいに仕事がで、きるるよよよ。うにななったたたらら成功すすみたいい言われたらしいんですよで、その人がもう一日も休まずずっと仕事したらしいんですよ。ずっとです。プライベート一切捨てて。で、それをやった結果、仕事とプライベートの境目がなくなったらしいんですよ。で、結果、年収1億になりましたみたいななんか本があったんですけど。 でも今も僕もプライベートも仕事も境目ないんででも一般の人って仕事プライベートみたいな境目があって土日休みあ休みっていう僕の場合は休みも仕事仕事も休みみたいなもうなんかないんですよね境目がでその境目をなくすためには圧倒的にや,るやり込むってことですねだからそれをデフォルト基準にしてしまうっていうことですでも多くの人はその圧倒的にやり込まないんでデフォルト基準にならないんで仕事とプライベートを分けないと 辛いっていう。逆にその圧倒的にやってデフォルト基準になってしまえば、別にそ辛さを感じなくなるんですよね。当たり前だから、別に。そう。うん。だからもしね、ケツの穴確定100%さんが20代であるならば、仕事に恋しろということですね。うん。すごく僕はおすすめです。うん。でもねご、僕だって合コンとか行った記憶ないですもん、20代ね。 でもね、ね、一般的に20代いたら合コンとか行くでしょうね。僕行った記憶ないですもん。うん。会社、会社で泊まってカップラーメン食ってましたから <laughs> か。あとね、カップラーメンがしんどくて、砂糖のご飯と味噌汁の時もありましたね。アスクルで注文できるんですよ。砂糖のご飯と缶詰とかも。アスクルで注文して <laughs>。俺何やってんだろうな、みたいなね。会社で一人で泊まって、 あの、そう、リポビタンであ、そうそうそう、あとね、そうそう、思い出した。あの、一回モンスターっていうね、今、エナジードリンクモンスターってあると思うんですけど、レッドウェルとかね。だからそれも、モンスターとかも会社でバンって買って、朝一起きてモンスター飲むみたいなね。<laughs> もうそれはやめた方がいいと思うんですけど、でも、モンスター、一日で3、4本飲むとかね。なんかそういう時もありましたね。そう。 朝一モンスター。だ会社で泊まるじゃないですか。で、あ、疲れた。今日もお仕事だ。よし、モンスター。みたいなで、<laughs> まあ、あんまおすすめしないですけど、かなり健康には悪いかもしれないですけどね。それはね、さすがに。うんまあ、あとね、カップラーメン3食はマジでね、それ1ヶ月ぐらい続けると、やばいですね。やばいです。それはおすすめしないです。<laughs> 僕、ま、マジでそれやって、 もう死に、死にかけたというか、もう体がもうぐちゃぐちゃになりました。うん。そう。そう。だから今ね、カップラーメンはその恐怖、その食いすぎて体がもうおかしくなってしまった体験があるんで、今はカップラーメンほとんどあんま食わなくなりましたけど。そう。うん。いやでも懐かしいっすね、20代ね。なんかその、 くすごいやった記憶が今、総まとのように、こう今、頭の中に僕が描かれるんですけど、一番最初なんかね、一番最初なんか、あの、床にタオル、ケットを敷いて寝てましたから、で、それを見かねた車掌が、さすがにタオル、ケット、お前、どうやって寝てんだみたいな、いや、タオル敷いて寝てます、みたいな。ょっとちょっと、っとあの、あのお金やるから、あの、ドンキで、なんか、寝袋か、なんか買ってこい、みたいな。<laughs> それで、あのー、渋谷のドンキ行って、寝袋買って、 あのー、それで寝袋になったんですけど最初タオルケットですからね床で寝,寝るというかうん懐かしいですねはいということでまあいろいろと申し上げましたけどもこんな感じでよろしいでしょうかはいまあ何か参考になれば幸いですではですね、えー、これで終わりたいと思いますご視聴は